Mam nadzieję, że teraz wszystko będzie działać. To będzie dosyć długi. Do. はい。とっても明日からまた忙しいわよ。お互いもう休んでる暇はないわ。レッスン付けにしてあげる。いいわね。はい。頑張ります。はるか。これあなたにあげるわ。 ブローチのお礼、少し早いけどデビュー祝いのプレゼントよ。そんな、これ以上プレゼントだなんて。いいから開けてみて。おしこるだな。 社長が使ってた、こんな高そうなものいいんですか？高そうじゃなくて高いの。大事にしなさいよね。大事にします。その万年筆はね、私がデビューするって決まった時、大切な人からもらったものなの。私にとってはお守りみたいなもの。デビューの時も マイクに隠してずっと両手で握ってたんだから。やっぱり社長でもデビューの時は緊張したんですね。今思えば大したことじゃなかったわ。もっと大変なのはデビューした後。私の場合特に大変だったわね。どんな風にですか？私はね、 18でデビューする前には結婚してたの。え？相手はその万年筆をくれた人よ。もちろん世間にも、それに事務所にも内緒でね。私は自分が韓国籍であることも、家庭に問題があったことも、それに既婚者であることも隠してアイドルを続けた。案外うまくいってたわ。 でもある日、私は自分が妊娠していることに気づいた。すぐに降ろしたわ。当時はあまり迷いはなかった。まだ若かったし、アイドルを続けるためには仕方のない犠牲だって思ったの。夫に打ち明けたのはその後。彼、その時初めて私を殴った。 そしてあの人は、私の元から去っていった。自分がそばにいたら私の夢の妨げになるからって。私はそれも仕方のない犠牲だと受け入れたわ。でもその後、結婚していた過去があったことを知った事務所は、私を売り出すことに躊躇するようになった。 いつ爆発するかわからないスキャンダルを抱えたアイドルに大金なんてかけられないってね。予定されていたイベントは次々に中止された。日本ドームで大規模なコンサートやろうなんて話まであったのにね。そうだったんですね、社長。私全然知りませんでした。インプレザーの時ってスタジオの。コンサートが私の夢だった。 コンサートが私の夢だった。コンサートを捨てた親や世間を見返せると思ってた。収容人数5万5千人。親にも愛されなかった私にしては上出来な数でしょ。別れた旦那も
コンサートをすれば見に来てくれるかも。なんて考えてね。でも現実には事務所には見放されて、コンサートどころか仕事はどんどん減っていったわ。あとにはもう。No, żeż ty w mordę, no. Muszę się wziąć tam kontrolę do ręki. Nani mo nokora nakatta. Zibun ga mou kodomo o umenai karada da to shitta no mo, subete o ushinatte kara datta wa. Sonna koto ga... Star o yume mite gisei ni shite shimatta kako e no tsugunai. Sore ga ima...私がアイドルを育てようとしている理由なのかもね。もしかしたら失ったものを取り戻そうとあがいてるだけなのかもしれない。でももう私にはこれしかないの。あなたには迷惑かもしれないけどね。迷惑だなんて。私社長のためにも頑張ります。ありがとう。でもあなたのおかげで私も失っていたものを少しだけ取り戻せたかもしれないの。え？この前プリンセスリーグであなたの決勝進出が決まってから雑誌の取材を受けたのよ。それを目にした元夫からこの手紙が来たの。東京で会わないかって。え？彼とはもう二度と会えないと思ってた。私の行けない遠い世界に行ってしまって、それっきり連絡も取れなくなってたから。社長、あ、でもそれじゃこんな大事なもの私がもらっていいんですか？もちろんいいの。でもその代わりと言ってはなんだけど、はるか、あなたに一つ頼みがあるの。はい。別れた旦那に会うにしても、これだけ年を重ねちゃうとね、会ってがっかりされたくないのよ。待ち合わせの場所にはあなたが行って、それで私のところに彼を案内してきてほしいの。あまり明るい場所で今の老けた顔見せたくないから。私でお役に立てるんでしたら。でも心配いらないと思います。社長今も綺麗ですから。ありがとう。お世辞も上手になったわね。お世辞じゃないです。彼には東京でのあなたのライブに来てもらう約束になってる。その時また改めてお願いするわ。その万年筆はあなたが私の代理っていう目印になる。つまりそれが彼と会うための鍵でもあるの。わかりました。ありがとう、はるか。今日は私も楽しかったわ。寄り道しないで帰るのよ。社長も気をつけて帰ってください。おやすみなさい。No i jesteśmy.
ogólnie jeden temat ciekawy. Co do Japan Dom. Jest na przykład grupa idolek, bardzo znanych w sumie, z Japonii. W ogóle ciekawą historię też miały. Jeden z największych koncertów był właśnie w Japan Dome, ale też w Budokanie. Jak chodzimy po tej, to jest dźwięk. I polecam sobie zobaczyć na przykład koncert Baby Metal, bo to jest ta grupa idolek. I zobaczyć właśnie w Japan Dome. To, co Kublika tam robiła razem z nimi, to po prostu piękne. Japończycy naprawdę świetnie się bawią przy koncertach. Haruka-chan?どうしたんですか、こんな朝早く。大変なんや、今すぐ事務所に来て。Podejrzewam, że wyszło nagranie. Ktoś nagrał tą akcję, co ona klękała. I poszło w sieć. Tak podejrzewam. W ogóle bardzo ciekawe jest też, dlaczego ta babeczka chce, żebyśmy poszli zamiast niej do tego. To jest interesujące. Spotkali się. W ogóle dała nam te pióro, które jak widzieliśmy jest też do sejwu. Więc podejrzewam, że coś będzie z tym sejwem. Że Haruka może zostać oprowadzona, albo tamta może zostać oprowadzona, będą chcieli okup. Czy coś w tym stylu? Takie mi się teorie spiskowe teraz zaczynają włączać. Kejlokery, czekaj. Kejlokery. Zamyśliliśmy dwa nowe. No idealne dla Haruki, tak? Cygaro. Okay. O, ability mam. Nie, chyba jest normalnie, ok. Ale od razu ability. Policja? O kurwa. Nie widzisz pajacu, że to Haruka? ここっていうとダイナチアの。はい、そうです。なあ、そうでしたか。実は今ここのビルで飛び降り自殺があって。お気の毒ですが。亡くなったのはダイナチアの社長さんでして。あ、そうだ。そんな。あ、ちょっと君。では、パクさんが自殺をほのめかすようなことは。いえ、タレントのデビュー前なんで張り詰めてはいましたけど、自殺するようなそんな。シジメ、ポペウニはサモブイスか。ハルカちゃん。彼女は。Z tej odpowiedzi wychodzi, że ona popełniła samobójstwo, albo przynajmniej jest to upozorowane. O kurwa. Dobrze, pokażcie mi jej ciało. Ale na pewno nie żyje, ale... Haruka-chan! Upozorowane jest samobójstwo pewnie. Nie, plama krwi. Handel.
Ale jaja w takim momencie. Kiedy tu już nabierała taka, wiesz. Ja pitana. O, mój ulubiony ziomeczek, uwielbiałem nim walczyć. Nowy chapter, skończyliśmy w takim razie. Nie, to jeszcze będzie coś z Haruką. Ewa. Czemu on takiej menelni jest? No co prawda cały hajs wydał, nie? W sumie wyrzucił błoto, nie? To jest tą akcją ze czwórki, ale czwórka była niesamowita, nie? Fabularnie. Była niesamowita. Hej. Czwórka była niesamowita, po prostu jedna z lepszych gierek. Hej. Fabularnie. O, ja tu wyszło. Mo, szacho! O, Hana-chan, nie? Aktorka Hany-chan jest zajebista. Kizuitara, sa. Naprawdę. Kizuitara? Dose mata nomi aruite ta. それ悪かったね。それで、そっちの様子どうなんですか？クルマザイビスタタアクターか。もうすぐにでもオープンできるよ。蒼天堀支店。電話も通ったし、看板も出した。大丈夫。もうちゃんとやってるって。この2年、毎月のように大阪通って準備してきた人生ですね。そんな大事さ。きっとさぞかしご立派なんでしょうね。何かとげないその言い方。いや、とにかくサルカス。そうでしょう。支店を開くのなんて、その気になれば1ヶ月もかからずにできるんです。それなのに。あ、ごめん。誰か来たみたい。またかけるよ。To ciekawe, jej twarz jest zakryta. Więc że jak? Przytyła? Znowu? Mata to de kakeru kara. A, czoto szacho? Boże, jest piękna ta aktorka. Yatto gozaitaku desu na, Sky Finance han. Itsu kitemo orusu nan de, 営業する気ないんかと思いましたがな。まだオープン前でしたね。出直してもらえると助かるんだけど。せやけどね、この辺でビジネス始めよう言うんならまずうちら通してもらわんと困りますがな。どちらさんですかね。近江連合の袴田っつうもんですわ。近江連合、そういうこっちゃで、何のご用でしょう。何でもこちらさんは無利子無期限でいくらでも貸すって話やないですか。ほな、1兆円ほど融資してくれまっか。うおぉ、トリリオン。いや、チカフェスコントンマミエ。朝からご苦労様でした。あんた方相手にしてあげるほど暇じゃないんでね。お引き取り願えますか。なめとんのかおめえ。ああ、ああ、
新品でまだ開封もしてないのに。おう、極道甘く見とると痛い目合うで。あんたらさ、素人舐めすぎてやしないか。なんやと。みかじめ欲しくて来たんだろ。だったらそう言えばいいのに。そうすりゃこっちも話くらい聞くのにさ、朝っぱらから喧嘩をしてこられちゃなんかイラッとするんだよね。ああ、兄ちゃん、わしらとやり合おう言うんか。よく言うよ。そっちが先にふっかけてきたんだぜ。上等やないかい。Nie, połączenie Hany i Akamiego jest świetne. On w ogóle ma tak zajebiste komba. Uwielbiam nim walczyć, jest świetne. Oż ty kurde. ところはこれくらいで許しといたる。覚えとけや。はあ、赤山これって俺が片付けなきゃなんないわけ。ハナちゃん。はい、もしもし。社長、よかった。あの、大変なことが。え？今ダイナチェアの堀江さんから電話があったんです。パク社長が昨夜自殺したって。おお、なんだって。それで堀江さん、パク社長がうちから借りてるお金の件で話がしたいそうです。私今秋山さんが蒼天堀にいることを伝えちゃったんですけど。わかった、それでいい。早速行ってみるよ。それじゃ。Ciekawe, połączeni są. Ability. Oczywiście go w technikę, bo jego technika jest podstawą. Ma takie kombosy świetne. Zapiszemy.Cześć, a gdzie? Co jest, kurwa? Czemu on w kamarucie nie siedzi? Co tu się? Czemu on się? Co tu się? Nie łapię trochę, co się dzieje teraz, nie?No jestem w szoku. Czemu on w Tokio nie siedzi? Co on robi? Czemu Skype nas przeniósł tu? W takim razie, co jest na miejscu Sky Finansa czy Starej Syreny? Bo Sky Finans przecież był na miejscu Baru Syreny.Na razie szok, nie ma przeciwników. Horiecia. O, Akiyama-san!
驚きました。さっき大阪にいらしてるって聞きましたけど、それにしてもまさかこんなすぐお会いできるやなんて。本当に自殺で間違いないわ。遺書が残ってました。すぐ返してもらえるようですけど、一応今警察で筆跡を鑑定中です。ただ僕が見た分には社長の字に間違いありません。それもあってか警察でもほぼ自殺と見てるようです。そうか、一緒ね。刑事さんが言うには最近中小の経営者の自殺は多いみたいで、よくあるケースやと。確かによく聞く話ではあるな、一般的には。ええ、そういえば社長の遺書には何て？文面はすごい短いもんでした。こう書いてあったんです。もう疲れました、ごめんなさいって。もう疲れました、ごめんなさい。パクさんらしくないな。同感です。彼女に何があった？正直言うてようわかりません。仕事面で敵は多かったですけど、僕が見る限り自殺するような状況はありませんでした。ただ一つ気になることがあって、その件で秋山さんに相談したかったんです。ワンチャミシェデテクティブ、デテクティブ社長が秋山さんからお借りしてた金のことです。さっき確かめたんですけど、入れてあったはずの金庫からなくなってたんです。つまりパクさんはその金を取ってた。dlatego dała klucz do sejfu Haruce。 すみません。社長がいつの間にかどこかへ移動させてたっていう可能性もあります。社長が管理してた帳簿が見つかったら何かわかるのかもしれませんけど、それもまだ見つかってなくて。ただ盗まれた可能性もあるっていうことは秋山さんにお伝えしときたかったんです。もしそうやったら正直なところ返済の見込みが立ちません。まさか堀江ちゃんに払えなんて言わないよ。俺はダイナチアじゃなくてパクさんに金貸したんだからさ。それは分かってるんですけど、あんな大金となったらやっぱり気になってしもて。しかしこんなことになって、これからこの事務所どうすんの？分かりません。この事務所はずっと社長のワンマンでしたから、僕らだけじゃどうにも。ただ社長がずっと力を入れてきた新人がもうデビュー寸前なんです。新人か。社長が沖縄まで運んでスカウトした逸材です。もう、chyba Haruki nie zna bezpośrednio。 社長相当力を入れて育ててたんですけど、今事務所閉めたらこれまでの苦労が水の泡に。社長はそんなことを望んでないように思うんです。堀江ちゃん、その口ぶりじゃあんたパクさんが自殺だとは思ってないね。当たり前ですよ、そんな弾やなかったでしょう、うちの社長は。ああ、まったくだ。秋山さんの方はこれからどないするんです？少し独自に調べてみるよ。こう見えても俺も金貸しだ。貸した金はきちんと回収したい。もし誰かさんがパク社長を殺してその金を奪ったってんなら、そいつからちゃんと返してもらうまでだ。それに今の話じゃ警察も当てにならなそうだしな。パクさんがなぜ死んだのか突き止めるためには俺が動くしか道はなさそうだ。秋山さん、最後にパクさんに会ったのは？さっき話に出たうちの新人です。今4階のレッスンスタジオにいますから、ご案内します。いや大丈夫だよ、一人で行ける。のねえ、いちいちいちどはるき。Jezu, nie wiem czemu, ale w tym pomieszczeniu łapie jakieś kurwa lagi.
O co tu chodzi? Tylko w tym pomieszczeniu łapię takie lajki. Sorry. ちょっといいかな。ゆうべパク社長と最後に会ったのが君だって聞いてね。少し話をさせてもらいたいんだけど。まあこんな時に話する気にはならないと思うんだけどさ。君ははるかちゃんか。キリュウさんのところ。秋山さん。あとは見せびちゃり。しかもじゃに見ちゃりし。君なのか。パク社長が売り出そうとしてた新人っていうのは。そういやさっき堀江ちゃんが沖縄がどうこう言ってたけど、こんな偶然もあるんだな。秋山さんの方こそ、どうしてここに。実は俺、パクさんに金貸してたんだよ。社長が秋山さんに。ああ彼女関西の金貸し連中には融資をみんな断られちゃったみたいでね。そんな時カムロ町になら無担保無制限で金を貸してくれるところがあるらしいって噂聞いて、彼女はすぐ東京へ飛んだ。それがスカイファイナンス、つまり俺の会社だったってわけだ。1年ちょっと前の話だったかな。社長そんなにお金に困ってたんですか。ああいやそうじゃなくて、そのなんていうか、別にパクさんが食うに困ってたとかそういうんじゃなくて、額が額だったからちょっとね。いくらだったんですか。あのその3億円3億ってそんなに。そう。ところが今その金がどこかに消えちまったらしくてね。今まさにそれを調べようとしてたところさ。それじゃまさかそのお金がなくなったことで自殺を。可能性としてはある。ただ俺に言わせればそれはありえないな。どうしてですか。俺はさ、自分のポリシーとして金を貸す前に相手がどういう人間か見極めるためにいろんな無理難題を吹っかけてテストをするんだよ。いわゆる俺流の厳正な審査ってやつ。そのテストをクリアできなかった人間には絶対に金を貸さない。蒼天堀からわざわざ神室町まで来たパクさんは俺の出した無理難題を見事に乗り越えた。俺のとこに金を借りに来る客はその大半がその場しのぎの金欲しさにやってくる。だから金のために土下座はできても命を張ることはできない。まあそれが普通だ。だけど彼女は必死だったよ。自分の夢をつかむために石にだってかじりつく勢いだった。夢。そう、夢さ。彼女は金を借りに来たんじゃない。夢を買うために金を手に入れようとしてたんだ。命がけでな。俺の持ってる金はそういう人間に使われてこそ初めて生きるって俺は思ってる。そのために空から降ってきたんじゃないかってね。空。ん？ああごめんごめん、今の話は余計だったな。とにかくパク社長には夢があった。そしてどんな屈辱を受けても諦めない強い意志でずっとその夢を持ち続けていた。だから俺は思うんだ。パク・ミレイという女は自分から死ぬような人間じゃない。はい。だからというわけじゃないんだが、はるかちゃん、辛いとは思うが協力してほしい。君は昨日パクさんに会った最後の人間だ。何か気づいたことがあったら何でもいい。教えてくれないか。żeby część pieniędzy była w sejmie? 社長は自殺なんかじゃありません。
多分誰かに殺されたんです。そうとしか思いません。だから私も一緒に連れてってください。え？お願いします、秋山さん。私も一緒に。社長に何があったのか私も確かめたいんです。お願いします。参ったな。一応聞くけど、ダメだって言ったら素直に言うこと聞く？わけないよね。君なんて言ったってあの桐生さんと一緒に生きてきた女の子だもんね。はい。さてと、まずはそうだな、他殺を証明するってことになるとやっぱり自殺の現場を見ておく必要があるな。はるかちゃんにはショック大きいかもしれないけど。大丈夫です。 OK、 その息だ。でパクさんはどこから飛び降りたって？多分スコーク屋上です。このビルの5階。なるほど。まあとにかく行ってみることだな。うん。Będziemy bawić się w detektywa. Może czemu w tym pierdolonym pomieszczeniu mam lagi? I zaraz na tych schodach normalnie będzie. O, i cyk. I już biegnie normalnie. Ścisłe. Dore ją to.東京のカムロ町でスカイファイナンスってお店をしてる秋山さんという方です。堀江さんが社長の件でお呼びしたって。うん、あ、そう。秋山さん、こちら山浦さん。事務所の社員で私のボイストレーナーもやってくださってます。よろしく。どうも。それよりはるか、あんたボイストレーニングしたかったらスタジオキーや。クリスティーナも来てる。なんかやってへんと気が紛れへんからね、こんな時は。ほならな。さてと、ここが現場ってわけか。飛び降りたとされる場所はどこかな。秋山さん、社長はこの場所から飛び降りたんだそうです。なるほど。自殺を偽装するには楽な場所だ。そういえばやっぱり靴は揃えておいてあったのかな。ええ、そうだったみたいです。マニュアル通り自殺のお手本といった感じか。そういうところもパクさんらしくないんだよな。なんだか誰かが自殺を演出しているようにしか思えない。そうですね。はるかちゃん、パク社長が飛び降りた時間って？今朝6時ごろ、近所で何かが落ちたようなドンって大きな音が聞こえたそうです。なるほどね。ここから飛び降りるって高さどれぐらいなんだろう。Nie może spojrzeć i sam obliczyć. この高さだと下手すると助かっちゃうな。うまく地面に頭から落ちれればいいけど、足から着地したら複雑骨折程度で済むこともありそうだし、それにこんな繁華街の中じゃ何より人様に迷惑をかける心配もある。普通飛び降り系の自殺する人ってもっと場所を選ぶよね。そうかもしれませんね。俺がもし自殺するんだったらもっと高くて人思いにしてるところがいいな。今わかるのはこれぐらいか。もういいんですか秋山さん。ああ、ただ
自殺が偽装されたって証拠は見当たらないな。一旦下に戻ろうか。はい。堀江ちゃん、突然だけど、はるかちゃんも俺と一緒に動くことになった。パク社長が本当に自殺だったかどうか二人で調べる。え、なんではるかちゃんも一緒に。実は俺とはるかちゃんは以前からの顔見知りなんだ。まさかパクさんのところにいるとは思わなかったから会ってびっくりしたよ。そうやったんですか。まあこんなことになってしまいましたし、もうプリンセスリーグに出てる場合やないもんね。プリンセスリーグ？ああ、今大阪のテレビ局でやってる対戦型のオーディション番組です。トーナメントを勝ち抜いて優勝したアイドルには大手レコード会社からのメジャーデビューが約束されるっていう企画番組なんですけど、彼女その決勝戦を戦ってる最中なんです。決勝？え、それってえ、すごくない？すごいですよ。すごいに決まってるやないですか。社長は何としてもその番組で遥ちゃんを優勝させて東京でメジャーデビューコンサートを開くつもりで動いてきたんです。優勝するかどうかもわからないのに。ええ、それほど社長は遥ちゃんにかけていたいうことです。そやけど社長が亡くなってしもた今、番組に出るのもどうかと思いますし、しばらくは遥ちゃんも番組とかへの出演を控えた方がええかもしれません。ダメだ、bardzo na rękę pisać。それは続けよう、なんとしても。え、czyżby ich szef なんでですか、padł na taki pomysł po przegranej。それがパクさんの夢だからさ。pierwszej rundzie。遥ちゃん、さっきパクさんが俺のところに金を借りに来た話したよね。はい。パクさんが俺から借りた3億、実はあの金は東京でのライブイベントのための制作費だったんだよ。え、それほんまですか。ああ、やとはいえ3億ほどの金だ。全部がライブのためってわけじゃなくて、東京での活動資金なんかも含まれているんだろうが、とにかく少なくともパクさんは遥ちゃんが勝つと信じて俺のところに金を借りに来たってことだ。そうやけど、確か社長が秋山さんから金を借りたのって1年半前だ。つまりそれって、そう、パクさんは決めていたのさ。遥ちゃんに会った瞬間にな、どんなことがあろうとも遥ちゃんに東京でライブをさせるって。まさか3億が君のためだったとは。社長がそんなこと考えてたなんて。だからこの夢は簡単に諦めちゃならない。誰かがパクさんの夢を継いでやらなきゃパクさんも報われない、そういうことだ。はるかちゃん、君のパクさんへの気持ちはわかる。だから一緒にパクさんの死を追うのをやめようというつもりはない。だからこそね。やります、両方とも。社長との夢も社長の死の真相も私にはどっちも大事なことだから。おお、さすがパクさんと桐生さんが見込んだだけはある。そうこなきゃ。よし、それじゃあ堀江ちゃん、君はちゃんと彼女がそのプリンセスウンタラツロに出られるようマネジメントしてあげて。はい。そやけどお金がなくなった今となっては。だからその3億を取り返して夢を叶えるんだよ。それがパクさんの死を調べる意味だと思ってる。秋山さん、わかりました。でも社長の死を調べるって一体どうすればいいんですか。やはり決め手は遺書だな。遺書？自殺でなければ犯人が偽装したってことになる。堀江ちゃんは社長の字だろうと言ってたけどね。私も見ましたけど。あ、どうした？そういえば社長、少し前に手を怪我したんです、右手を。でももともと左利きだったから不便はないって左手で字を書いてました。なるほど。だとすると
遺書も左手で書いたはずだ。本当に彼女自身が遺書を書いたのなら。ええ。だがもし今回の遺書が右手の筆跡で書かれたものだとしたら、誰かが遺書を偽造したってことになる。つまりパクさんの自殺は偽装されたものってことだ。彼女を殺した犯人によって。はい。実際に遺書を見て確かめよう。確か遺書は筆跡鑑定が終わったら返してもらえるんだよね。ええ、そんなに時間はかからんって言うてましたけど。よし、それじゃあそれまでは一旦マストするか。俺も自分の会社のこと少しはやらなきゃいけないし、はるかちゃんもやりたいことがあったら今のうちにやっといた方がいい。いえ、私はここでずっと待ってます。こんな大事な時に他のことをしている暇なんて。今だからこそだよ。え？君はまだプリンセスリーグの決勝戦もあるんだろ。暇が本当になくなるのはこれからだよ。だから時間に自由の利く今のうちにやれることはやっておいた方がいい。そうですね、わかりました。それで警察から連絡あったら僕から連絡するから息抜きしといて。はい。ああ、今後のためにアドレス交換いい？はい、もちろんです。アイドルとアドレス交換なんて。lepsze, że to są lata 2000. そうじゃ、俺は自分の店に戻ってるから。はい、わかりました。No przecież wtedy już telefony były już dotykowe. A Villa pierwsza wyszła w 2009. Ale to ludzie się jarali a Villą. To znowu gramy tam?Będzie scenka z płakaniem czy coś? No, scenka z płakaniem. Hania-chan?はい、秋山さんですか？沢村です。いや、何かあったの？そろそろ堀江さんが警察から戻ってくる頃だと思うんですけど、電話しても連絡が取れなくて。うん、何か問題でもあったのかな。それが分からなくて、だからダイナチャへ様子を見に行こうと思うんです。それ俺も行こう。よかった。実は一人だと心細くて。じゃあダイナチェアの入り口で待ち合わせでいいですか？ OK、 問題ないよ。じゃあまた後で。失礼します。Nie ma nic. Ja mam nadzieję, że coś na start będzie miała Kiri. Thank you.
500 janów, ale za co 500 janów? Czekaj, to są książki? Tak, to są książki. Aż na początku mógłbym się z nimi bliżej podbić Lemon. Te początki to są... A dobra. Wcześniej czy później i tak to się wbija. Jak na którego się... O właśnie, tak jak teraz spadną. Możemy go klepać w ryj. Mamy level up. On ma świetne combo, bo zazwyczaj składa właśnie na hita. Świetny, czaj, tu. Kogoś jeszcze? Bardzo lubię nim grać, czaj, w którą stronę ja szedłem? Uje, para. Hita potem mi się zrobi. Nowy finisher! Tego nie było poprzednio. Nie było tego w czwóreczce. On dalej nie może łapać tych, co są na glebie. Zostałem kapana. Ale walnijmy twardo technika, nie? Twardo technika. O kurwa. Wow! Serio, będę latał teraz po sklepach, szukać mu żarcia. Nie, dobra. W ogóle jak on jest dziwnie zrobiony z tym ryjem takim makawielkim. Proporcje chuj, naprawdę. To jest ten nasz łysolek. Widać po ubraniu.
No właśnie, Saigo. To nowy Solak. Można byłoby z nim porobić te skille. On skilli uczy, ale... Nie chce mi się. Co ja mógłbym to? On ma dobre te techniki, jak go robiłem w czwórce, no to jest spoko, nie? Ale nie chce mi się tracić czasu na te poboczniaki. Ze sobą. Daj se na luz, gościu. Muszę jeszcze tutaj. Co jest? Co? No kurwa, o co tu chodzi? O Jezu, jakie wymiany! Co oni, co? Co oni to wymyślili? What the fuck? Nie no, chyba cię będziemy faktycznie robili teraz na maksa, nie? Nie chce mi się naprawdę, wezmę to po prostu, przypierdolę. Zobaczymy jeszcze raz, co on mi tam da. Bla 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 bla. Dawaj jeszcze raz. Zazwyczaj chodzi o to, że go po prostu pokonać. Mówię, że się coś zmieniło. On ma to fajne, że naprawdę... No weź wstawaj. Że jego kombosy przechodzą przez gardę, nie? Co to odpierdalasz? Czekaj. Aha.
Dawaj mu ulta jakiegoś. Nie no! Co on robi? Co tu się wydarzyło? Jak on kurwa biegł po tej bronie? Spoko. Dobra, później do ciebie przyjdziemy. Mam za mało HP, żeby się tak bawić. Kurwa, zrobiło mi to dzień. Naprawdę. Ja też mam teraz w tym miejscu. Saki, mata Horie-san mi dzwoniłam, ale jednak nie wyszło. Soka. Mai. なら、遺書が戻ってきてないかどうか、自分たちで探してみよう。あ、ちょっと、coś się wydarzyło? Raczej nie będzie drugiego zabójstwa. Może został porwany. どこにあると思う？警察から戻ってきてるなら、社長室の中だと思います。社長の遺品をまとめて入れたお盆がありましたから。Może został porwany。A może taka inna dzika teoria? To on stoi za zabójstwem. Za też podróbą. To jest taka trochę dzika teoria, ale jest to możliwe. Że chciał się dobrać do sejwu. Akiyama-san, arimashita. Koitsu ga Pak-san no isho ka. A to wa kanojo ga hidarite de kaita ji mo kore to isho ni mirareru to ii nda kedo. Dogo ka ni nai kana. Soieba, shachou, nakunaru chokuzen ni Horie-san ate no memo o kaite mashita. Hidarite o tsukatte.そのメモがどこかにあると思います。ん？あの金庫は？鍵がかかってる。あ、ハルカ、przypomnij sobie、widziałaś to。開けるんですか？なんかこの鍵、変わった形してるね。え？見てごらん。鉛筆でも突っ込めそうな感じの鍵穴だ。ダメか。なわけないよね。あ、もしかして。それは？社長から亡くなる前にいただいたんです。少し早いけど、私のデビュー祝いにって。どこがね。開いた。マジ？手紙と帳簿だ。こんなとこにあったのか。
社長。おっと、社長が亡くなった日のメモだ。不在の時にちゃんとできるように細かな指示が書かれてるね。多分それです。堀江さんに当てて書いてたメモは。つまり左手で書いた文字ってことだね。Nie będzie pasować. Na pewno nie pasuje.違うな。素人目にも文字の癖が全然違う。それじゃあやっぱり遺書はパクさんが右手で書いた文字を真似たものだ。つまり彼女の右手が一晩で急に治ったんじゃない限り、この遺書は偽造されたものってことになる。やっぱり自殺なんかじゃない。彼女は殺されたんだ。わざわざ手の込んだ偽装工作までされてね。やっぱり。さ、何の音だ。さ、czy to jest chory？何かあったんですか？ What the fuck？ 人だ。上から誰かが落ちた。Dawaj, na górę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 . Podejrzewam, że już ktoś spierdoli. No to tu są po prawej. Serio?Teraz iść na dach. Człowieku. Najpierw na dach, nie na dół. Walić tam, on tam se zginął. A nie, jednak złapał kogoś. Akiyama-san! To jest!なんやお前は。そりゃこっちのセリフでしょう。パーティクールリュ。堀江ちゃん、お前がやったのか。パクさんを殺したのもお前か。ちゃん、俺やない。俺は脅されてただけや。脅されてた。頼む、見逃してくれ。俺は何も悪くないんや。勝手なこと言ってんじゃねえよ。なら、もうこうするしかねえな。最初からその気だったんだろ。あ、クールだわ。Dostajemy sobie życia. Mimo wszystko to jest walka z bosikiem. On te kombosy ma świetne, nie? Przechodzą przez gardę, to jest świetne. Żerej gruz, ty gania.
Dawaj mu finishera. Jeden level czy dwa? A i tylko le jeden.話は後で聞かせてもらうぜ。おい、堀江ちゃん。堀江ちゃん。しっかりしろ。堀江ちゃん。今すぐ救急車呼ぶから。 必要はない。今すぐ楽にしてやる。秋山さん。おい、どこ見てんだよ。 お、 kurwa, czołg! O kurwa, mi sklikłem. Znaczy nie wiedziałem, że będzie takie jak te. Ja tam kombo chciałem. O Jezu! Bo chciałem ten skok zrobić. Kurwa, gościu. Zepsułeś mi cały kombo. Chciałem cię, kurwa, kikiem super załatwić. Kurwa, naprawdę już mi wkurwiasz. Nie wiem, że się z tobą tak bawi. Combo. タフだね。まったく。 się uparko. Idź. Ogita-san. No jak można pozwolić im odejść? Takiej sytuacji.
堀江さん、堀江さん、どうして。多分荻田とかいうやつにやられたんだ。え、荻田さんが。とにかく今は堀江ちゃんを病院に運ぼう。何としても助けなきゃ。荻田勘はすぐに見つかると思いますわ。今大阪中に緊急手配しています。とりあえずは堀江博さんへの暴行、殺人未遂容疑での重要参考人ということですけども。でもまあきっとパク・ミレイさんの件では引っ張れないでしょうな。どういうことですか。さっきも話したでしょ、あの荻田っていうのにはパクさんとの間にトラブルがあったって。それってパクさんの死を解明する上でも重要な事実なんじゃないですか。せやけど例の件はもう自殺でほぼ固まってますからね。なんせ警察の方針としてパク社長を自殺と断定しまった手前、その情報だけで再捜査というのはちょっとね。さっきの現場には銃を持った本職の連中までいたんですよ。何かないと考える方が逆に不自然だ。まあそれも含めて荻田を捕まえれば明らかになるでしょう。シャクピョンに、この先は我々に任せといてください。素人さんが首を突っ込めば危険なことにもなりかねませんのでね。それでは。はい、警察ってなるにはどういう話でした。警察はあくまでパクさんの死と荻田は関係ないっていう見方のようだよ。そうですか。ああ、買い出し行ってもらって悪かったね。花ちゃんがいないとろくに飲み物すら事務所に置いてなくて。人気アイドルにこんなことさせちゃっていいのかな俺。気にしないでください。私ただの高校生ですから。それよりこれからどうします。そうだな、警察が荻田を見つけるのを待つなんたら消極的すぎるね。なんだ怖っにゃ。ええと言って俺たちで警察と同じ動きをしても意味がない。他に何かやれることがあればいいんだけど。あの秋山さん、人弁士って知ってますか。いわゆる偽造屋のことでしょ。またすごい言葉知ってるね君も。昔私が初めておじさん、あ、桐生さんに会った時、そういう仕事をしている人がいるって話を聞いたんです。ずっと社長の遺書のこと考えてたんですけど、蒼天堀にもきっとそういう人たちがいるんじゃないかって。まあ確かに素人じゃ多少の真似事はできても警察の筆跡鑑定まではごまかせないだろうね。でもプロの偽造屋が遺書の偽造に関わっているなら話は別だ。なるほど、蒼天堀の人弁士を探せば荻田やあの銃を持った男につながるかもしれない。はい、面白い。蒼天堀で聞き込んでみよう。消えるよ。あ、私です、沢村です。はるか、今大丈夫。はい、あの堀江さんは大丈夫。一命は取り留めたわ、安心し。けど当分入院することになると思う。残念やけどあんたのマネジメントするんは無理やわ。そうですか。今後のあんたのマネジメントなんやけど、私が引き継ごうか思てんねん。え、山浦さんがどうしてですか。私もあんたの夢の続き見てみたいんよ。それに堀江君や亡くなったパク社長にとっても、あんたがこのままメジャーデビューすることが一番の慰めになると思う。わかりました、ありがとうございます。そんでな、今日急やけどプリンセスリーグ決勝第2ラウンドをやるって連絡来てん。え、でも出演しても大丈夫なんでしょうか。
マンダさんも社長の件は耳に入ってる。その上で遥に出演してほしいって言うてきてんの。そうですか、わかりました。大丈夫そう？大丈夫です、やれます。そう、ありがとう。ほんなら私はダイナチアで待ってるから、遥も準備できたら来て。ほんならよろしく。はい、わかりました、よろしくお願いします。すっかりタレントだな、はるかちゃんも。そんな。もしもし。社長、今大丈夫ですか？はなちゃんか。おい、たぶずい感じだ、ブレゴディブルー。大丈夫だけど。パク社長の件、どうでした？なあ、話すと長くなるな。今度ゆっくり話すよ。ああ、そうだ。ちょうどよかった。急で悪いんだけどさ、花ちゃん、カムロ町で人弁師を見つけてくれないかな。人弁師？社長、一体何してるんですか？それどう考えても支店のオープンには関係ありませんよね。ああ、まあ確かに関係ないけどさ、別件でそっちも片付けないとダメなんだ。私は手伝いませんからね。社長が自分で勝手にやってください。そう言わずに頼む。嫌です、こっちだって社長がいないおかげで片付いてない仕事が山積みなのに、どうしてそんなよくわからない頼みを優先させなきゃならないんですか。あ、じゃあ肉まん買って帰るから。肉まん？そう、100個。しょうがないですね、今回だけですよ。助かるよ、花ちゃん。で、カムロ町の任弁士なんだけど、明日には見つけられる？誰に向かって言ってるんですか。1時間もあれば十分ですよ。さすが。その任弁士と話したいんだ。俺の携帯に連絡よこすようにしてくれる？わかりました。これでいい。任弁士のことは任弁士に聞くのが一番だよ。俺は花ちゃんから電話が来るのを待ってるから、君はプリンセスリーグに出るといい。後でダイナチアで落ち合おう。はい、わかりました。